イシカグママイケロレピアストライガーサプレスルは、小葉のイシカグマ科に属する、シダの一種。比較的大きくなり、刃先が、それぞれ長く伸びる特徴がある。比較的乾燥したところにも出現し、人家周辺でもよく見かける。常緑性の大柄な双本。根茎は横に長くい、計5ミリメートルほどにあり、表面は、長さ2ミリメートルほどの硬い毛で密に覆われる。 洋平は、長さ30から60センチメートル、基部の方は、藁色いか茶褐色に色づき、表面の側に、溝があって、その溝を中心に毛がある。洋身は、長さ20から80センチメートル、幅20から35センチメートルで2回右上腹用。前傾としては、卵上長楕円型から後皮神経。先端は急に細まって尖る。質は、の草質で黄緑色。 側右辺の数は20対以上になり、大きいものははっきりした柄があり、全体として三角状を強皮芯型で、長さ2 0トル、幅4トル。右軸の表面は無毛で、裏面には毛がある。設計の基部から先に向かって、次第に幅が狭くなり、先端部はお状に伸びて終わる。小右辺は長大円型から強三角状長大円形。 先端は丸いのが普通だが、時に尖る場合がある。基部は、設計で、柄はなく、長さ 2cm、幅 1cm で、右上に浅く、または、深く裂ける。その裂片の円は、波状の巨子がある。裂片の表面は、無毛、裏面は葉脈に沿って隆起し、その上に毛がある。ちなみにこの毛は、複数細胞が縦に並んだ、有節毛と言われるタイプで、 そのため素方な印象を受ける。法子農軍は、葉の縁について、宝膜の先端が葉の縁に届く。宝膜は、側面で葉裏に融合して、ポケット上、計1ミリメートルに達しない程度。カグマは、シダの個名の一つとされる。したがってこの名は、石の、ゴロゴロしているところに生えるシダと取れる。本州では、房総半島南部、伊豆半島から、西の海岸沿い。 四国、九州、伊豆諸島、琉球列島に分布する。国外では、ヒマラヤ、スリランカからポリネシアにわたって、旧世界の熱帯から熱帯域に広しく分布する。日本では、三重県異性でグッと数を増すという。海岸寄りの地域で、人家周辺から林園、谷筋などに生育し、群生する。木陰に群生していることが多いが、 日向に出ることもある。本州では、海岸線に多いが、より団地では内陸にまで進出し、海岸性というものではない。同族のものでは、ふもとしだ M マルぎなたも普通種であるが、こちらは単宇上を吹くようである。よく似たものには、踊どりこかぐま M イズピーニスレイや薄スバイシカグマ M、サブストリガッサなどがあり、よく似ているが、これらは、本州より、 はるかに限られた分布をしている。ハワイでは、現地名をパラパライという。これは、周知時にや謙遜で顔を背けるという意味があり、切れ込みが細かい繊細な葉の様子や、それが、風になびく様を指すらしい。これを例を作る、際の裏打ちとして用い、またフラを踊るときの段を飾るのに使われる。そのために植栽されることも多いという。一夫にいいか、主として、 岩月編著、P103 池畑 P42 毎地 P61。岩月編著、P103 池畑、P42 池畑 P42 田川、P51 森口 P129。ありがとうございます。